はい皆様さまこんばんは。アリベイチャンネルへようこそ。今日はあ2023年9月28日です。今日はですね、また緊急報告がありまして、動画を撮ることにしました。実はですね、あの、連日紹介してます。アゼルバイジャンとアリメニアの形相地だった違法な体制、未承認国家だったナゴルノカラバフについてですけど、本日、 いわゆるナゴルヌ・カラバフ共和国のいわゆる大統領がいわゆる大統領令を出して、えー、いわゆる共和国の解散を宣言しました2024年1月1日までに未承認国家のすべてのいわゆる国家機関が解体されることになります、えー、繰り返しますが2024年 1>, 1月1日までに、いわゆるナゴルノカラバフ共和国国家のいわゆる国家機関がすべて、えー、解体されることになります。これについて、ミショニン国家ナゴルノカラバフのいわゆる大統領が、えー、いわゆる大統領令に署名しました。これにより、アゼルバイザン共和国の国家主権が正式に回復され、 歴史的な正義が回復されることになりました。30年間、もっと言えばソ連時代から始まった35年間に及ぶアゼルバイジャン領の違法な形での選挙、不法選挙、アゼルバイジャン共和国内における違法な体制、違法なアルメニア人権、武装勢力など全てが正式に降伏し、 この領土すべてがアゼルバイジャン共和国の管理下に置かれることになります。えー、今ですね、アゼルバイジャン軍の特殊部隊が次々とこの違法な体制のトップだった、これまで多くのアゼルバイジャン人を殺してきた戦争、戦争犯罪を起こしてきた人たちを次々と逮捕してますが、そのうち、えー、前、 いわゆる国家主張を務めたルベン・バルダニアン氏。彼がもともとロシア国籍で、ロシア国籍を捨てて、アルメニア国籍を取得して、ナゴルノ・カラバフに違法な形で入国して、アゼルバイジャン領にですね、違法な形で入国して、この違法な体制の主張までなった人なんですね。で、彼が昨日逮捕されました。最後のところに彼の画像と彼の逮捕のシーンを 載せておおききまますので、で最後までお付き合いい。ください今アゼルバイジャンの警察アゼルバイジャン軍の特殊部隊が今探しているのはですねヴィタリビタリ・バラサニアン,ンです。日本語でヴィタリー・バラサニアンになりでしょうか。で彼は19年1992年1 9 9 2年2月26日にアゼルバイジャン人に対してホジャリ・ ゲノサイド、ホジャリ大虐殺を起こした人です。ネットで調べてみてください。ホジャリ大虐殺、ホジャリーゲノサイド。この日に106人の女性、63人の子供を含む613人のアゼルバイジャン人の一般人が、一般市民が、何の罪のない一般市民が残虐な方法で、特別な方法で殺されたんですねで。そのシーン、その映像。 動画を見たアゼルバイジャン人が身の危険にさらされて自然とナゴルノカラバフと周辺地域から逃げることになったんですね。で、アルメニア人が私たちをもうこのように殺すだろうということで。で、そのゲノサイド、ホジャルゲノサイドを、えー、起こした人もこのヴィタリー・バラサニャンさんバラ、バラサニャンです。彼の画像も最後の方に残しておきますので、見てみてください。彼今、身を隠してます。 ただ隠れても意味がないです。アゼルバイゼンの特殊部隊が必ず彼を見つけ出して彼を対応します。これはもう、あの、誰もが認めているもう事実です。彼は逃りません。逃げられません。一切逃げられません。で、次に、あの、アライ・ハルトゥニアン。アライ・ハルトゥニアン。えー、ちょっと前までは、この未承認国家、ナゴルヌ・カラバフの大統領を務めた人です。彼が2020年のよ44日間戦争中に、 アゼルバイジャンの第2の都市、ギャンジャー氏、次にバルダー氏、タルタル氏、この3つの戦争地帯、係争地となってない、戦場となってない、戦場になってない、全く関係ないアゼルバイジャンの都市を狙ってミサイル発射して、多くのアゼルバイジャン人がテロの犠牲者となったんですね、2020年の10月の話です。 でその人はライカルテニアンミマゼルバイジャン警察が探しています。次にダビッド・ババヤン。彼もこの未承認国家のトップを務めた数人の一人ですけど、ダビッド・ババヤンは自分の意思でアゼルバイジャンの警察に降伏しますということで、ハン・ケンディから、ハン・ケンディはこのナゴルニカラバムの首都ですね、からシュシ,シに行きますということを言っています。多分自分の意思で 逮捕されるだろうから次にアゼルバイジャン側によるアゼルバイジャンの大統領による釈放を狙っていると釈放されることを狙っているということが思われます。で彼の画像データも最後に残してきます。また今現在現時点でナゴルナカラバフからアルメニア本国へラチン回路を使って5万人以上のアルメニア系住民が 逃れていったということが言われています。彼らが自分たちの意思でアゼルバイジャンの領土を出てアルメニア共和国に入ったとされています。もう一回言いますが、アゼルバイジャン軍による追い出され強制送還ではありません。彼らは自分たちの意思でアゼルバイジャンを出ていっています。要は今、今状況が落ち着くまでに帰りたくないと。ただ彼らの多くは、 アゼルバイザンのラチン回路で、アゼルバイザンの記者団、記者、ジャーナリストたちの取材のうちでしかも30年、35年間、アゼルバイザン軍、アゼルバイザンの国の影響が届かなかった、手が届かなかった、このナゴルのカラバフとその周辺地域に住んでいた彼らは、未だにアゼルバイザン語が得意で上手に話してるんで、話してるんですね。で、その映像、画像を見て私もびっくりしています。で、彼らの奥は、 状況が落ち着けばアゼルバイザンに、あの、アゼルバイザン領ナゴルノカラバフに、えー、期間を考えていますと伝えています。で、アルメニアのパシンヤン首、アルメニア共和国のパシンヤン首相が、すでに、数日以内にア,ルメあのアゼルバイザン領ナゴルノカラバフに、アルメニア人一人も残らないことになるだろうと言って、これは、アゼルバイザンによる民族浄化と言ってますが、これ大間違いです。これは間違ってます。 アゼルバイジャンの大統領も地元のアルメニア人に対して安全保障を約束しています。彼らのすべての権利をアゼルバイジャン他の地域に住んでいるアゼルバイジャン人と同じ同等の権利を認めることを約束しています。ただ、えー、これがおそらくアルメニア共和国による次のカードとしてアゼルバイジャンに対して使うカードとしてまた人道的なあ危機だと。 あの、強制送還だと、民族浄化だと、その情報をまた使って、アゼルバイジャンに対して圧力をかけようとする試みになるでしょう。ただ、もう一回言いますが、アゼルバイジャン大統領レベルで、みんなに対して、あの、彼らの安全保障を宣言しています。あくまでマゼルバイジャンが違法体制の解散、違法武装組織の解除を狙って、この対テロ作戦を行った次第です。 はい。今日はここまでとします。次に、えー、先ほど言った人たちの戦争犯罪者たちの画像データと、ルベン・バルダニアンの対応のシーンを流しておきます。また次の動画で、このような状況下でも、アゼルバイジャン人とアルメニア人が一緒に暮らせるのか、えー、混じるできるのか、という話について、えー、テーマについて話していきたいと思いますので、次もぜひお付き合いください。 Arıdovzaymas. Ona qarşı irəli sürülən ittihama əsasən müəyyənləşdirilmişdir ki, Ruben Vardanyan xarici ölkə vətəndaşı olduğu halda terror təxribat əməlləri törətmək məqsədi ilə 2022-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin nəzarət buraxılış məntəqələrindən kənar qanunsuz keçərək Azərbaycan Respublikasının Qarabağ iqtisadi rayonunda Rusiya çölməramalarının müvəqqəti yerləşdiyi əraziyə daxil olmuş. Həmin ərazidə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin formalaşdırılması və fəaliyyətinin təşkilində, həvələ idarələrə, təşkilatlara və ayrı-ayrı şəxslərə insanların həlak olmasına və digər ağır nəticələrə səbəb olan başqınlar etmiş, sözü gedən qanunsuz hərbi birliklərinin silah, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr Hərbi texnika və əskəri ləvazimatla təchiz edilməsində iştirak